はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット R を始めていきたいと思います。さてですね、今回はジャパンカップが1回戦。トップロード成田、N2 2ですね。そちらをと、戦ってみたいと思います。やはり、試合の機会があるだけに、2回戦行きたいですよね。なので、ここはもう、負けた終わりのベストメンバーで、臨みたいと思います。イエローとか関係なしで。まあ、イエローだと、特に守備の場合動きが弱くなっちゃうんですけどね。さあ、サツキが7個を持ってきたら7個を上に出します。清田もいいですね。夏木を美穂を出すな。いや、これなら鬼丸と千歳だったらどっちがいいかな。まあ千歳か。千歳すごいな、50万って。ずっとクラワンカでやってんのに全然上がらないよな。あ、もっと、鬼丸の方がいいのかもしれないよな。キーパー、上皇と夏木がいますね。夏木の方が強いのかな。夏木にしましょう。というわけで、このメンバーで、戦っていきたいと思います。いや、やめときましょう。ちょっと戦術はですね、バランスでやってみたいと思います。はい、試合開始でーす。決勝戦が行われるトップオブ N スタジアを目指しての戦いですということで。はい、このまま試合を行きましょう。おっと、あ、アウェーなのに、トップロード成田より、我がチームの方が、勝率高いと予想されてますね。メンバーによっても、勝率って変わるんだろうか。あと、対戦成績によって、変わるのかもしれないですね、順位というより。これは結構期待できそうです。でもさ、こんなに高くなかったよね。この辺の上位陣と、上位陣とやった場合の勝率って、チャンスです。おっと、7個がまだ。早くも上位、プレッシャー与えていきます。おっと、やっちゃってないよね。
一瞬二つ目をイエローかなと思ったんですが、ちょっと早いですよね。おっと、危ない、おお、なんとかキーパー逃れる。だからピンチは続く。くるみが一人で、いやさすがにそれはなかったか。まだ食らいついていくが、また取ったくるみ。さあ今度は緑、くるみに返す。さあ緑上げていくぞ。緑キャイッター、初先取点。くるみが大活躍。そして最後は緑がヘディング。先取点です。おっと、まどかが、しかしこれはイエローにはなりません。おお、取りましたね。結構いいシュートだったんで。さあ、おっと、もうちょっとだった。なんで逃れたのか、外に出したのかは意味がわからん。やばい、入った入った、同点に追いつかれました。なんだか時短だ、踏んでますね。さあこれで前半終了。選手交代早めにやった方がいいのかな。ドームに似たようなものですよね。まあミオと変えましょう。他は別に変える必要ないですよね。はい、後半行きましょう。でもあんだけ動いてるのにくるみゲージが1個しか減ってないっていうのはすごいですね。おっと、ロングシュくるみが、くるみの動きがすごい素早いし、くるみがすぐインス、あ、しかしこれはおっと、また緑へ、緑また勝ち越し。1点目と同じくくるみから緑へ、緑が決めました。このくるみ無理やり押し上げてくる感がすごいですね。緑も確実性が増してます。この2人すごいです。フォワードだけを翼くん、美咲くんっていう、今やってる新しいシリーズやってるキャプテン翼みたいな感じですね。おっと、ちょっと謎のシーン。危ない危ない危ない、あーっと同点追いつかれた。牧村がパープレイ。ちょっと落ちてきたのかな。早川をセンターにして、千歳美穂、どっちもいいかな、いい選手だけど。
ちょっと様子見ましょう。さあ、ディフェンダーだけ交代してみました。さて、福山そこに、あーっと、さすがに長子が取った。ピング、ミオ、ミオから一度あの福山に、さらにセンタリング上げて、長子、長子自分で突っ込んでもよかったのに、長子がお見事勝ち越し。ナーコは取って一度なぜか福山にあげるんですが、その福山がうまいセンタリング、最後はナーコはヘディングで、おっと、マドカがちょっと落ちてきましたね。ここはまあ羽生田かカルベか、まあ羽生田ですね。羽生田にチェンジします。これで交代枠はゼロになりました。さあ、でも同点に追いつけ、おっと緑がと警戒してます。さあ、こちらのボール、緑、おっと、おっとファールだ。時間があんまりないぞ、一気に攻めていくか。おっと、しのぎきりました。1回戦突破。なかなかあの試合、好試合ですよね。選手点は我がトップロード成田、くるみがクロスを上げて緑のヘディング。そしてトップロード成田、マンダがに合わせ合います。おお、この謎すごい惜しかった。そしてくるみが勝ち越しを決めます。しかしすぐ後半21分、この牧村のスーパープレイがあってまた同点。左右へ動いて、そして決勝点が福山がうまく合わせて、七子が頭、見事でした。ちょっと最後も危なかったんですが、あのディフェンデージがうまくしのいで、そこで試合終了。クラーカリバーズ2回戦進出です。おっと、動画届いて、はい、課題を3つ、入手いたしました。おっと、七子が試合中に怪我。決勝点を挙げた七子ですが、怪我をしてしまいました。2回戦、エルドラド欧州ですが、果たして、どうなのか。
お？あー、残念。くるみあたり選ばれるんかなと思ったんですが、おっと、次の下関法注意戦以上で引き分け以上だと残留は決定しますということで、もうちょっとですね。さあ、七子は残念ながら離脱をせざるを得ないです。そして彩香が状態が悪いですね。美穂と入れ替えますか。こちらを中心にやって、まあ福山の方がいいのか。藤原と菊池を、というわけでジャパンカップ1回戦を突破しました。まあ七子が怪我をしてしまったのはすごい残念ですが、2回戦、こちらもですね、頑張ってほしいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画いいねと思った方には、高評価およびチャンネル登録よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。アドレス欄に記載してますので、よろしければ見てください。また、最後の20秒で流れます関連動画プレイリストの方も、お時間ありましたらご視聴お願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。